お知らせいたします。この電車は泉中央行きです。発車までしばらくお待ちください。お客様にお願いいたします。体の不自由な方やお年寄り、内部障害や病気の方、妊娠しているお客様、小さなお子様連れのお客様などには席を譲り、和やかな車内にいたしましょう。次は長町南、長町南です。太白区役所はこちらです。 The next stop is 長町南ステーション。三井のリハウスは無料査定で住まいの売却、住み替えを応援します。長町センターは西一出口徒歩1分です。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがあります。お立ちのお客様は吊り革や手すりにおつかまりください。長町南、長町南、出入口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は長町、長町、池屋前です。 JR 線仙台空港アクセス線をご利用の方はお乗り換えです。 The next stop is 長町ステーション。生殖医療のご相談は仙台ソレイユ母子クリニックへお越しください。お客様にお願いいたします。座席にお座りの際は一人でも多くのお客様が座れますよう席は譲り合ってご利用ください。長町、長町、池屋前、お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は長町一丁目、長町一丁目です。私立病院はこちらです。 The next stop is 長町一丁目ステーション。不動産売買買取のアストホーム、アストホームはこちらが便利です。腎臓内科は仙台市体育館そばの富澤青木内科クリニックへどうぞ。お客様にお願いいたします。他のお客様のご迷惑となるような大きな声での会話を控えていただくとともに、席エチケットにご協力をお願いいたします。長町一丁目、長町一丁目、出入口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は河原町、河原町です。 The next stop is 河原町ステーション。桜井循環器内科クリニックへおいでの方は南口が便利です。お客様にお願いいたします。体の不自由な方やお年寄り、内部障害や病気の方、妊娠しているお客様、小さなお子様連れのお客様などには席を譲り、和やかな車内にいたしましょう。河原町、河原町、お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は愛宕橋、愛宕橋です。 The next stop is 愛宕橋ステーション。愛宕橋西沢脳神経外科クリニックへは次でお降りください。日本最大のビジネススクール、グロービス経営大学院は仙台駅が便利です。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、優先席付近では、混雑時には携帯電話の電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。愛宕橋、愛宕橋、出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は五つ橋、五つ橋、東北学院大学前です。 The next stop is 五つ橋ステーション。五つ橋メディカルセンタービル佐藤雄也眼科院へおいでの方は次でお降りください。仙台初国際系大学誕生、日本国際学園大学はこちら。五つ橋、五つ橋、東北学院大学前、
お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は仙台、仙台です。東西線、JR 線、仙台空港アクセス線をご利用の方はお乗り換えです。仙石線へのお乗り換えはホーム階前方の仙石線乗り換え口が便利です。The next stop is 仙台 Station。住まいの売却、住み替え購入のことなら三井のリハウス。仙台駅前センターは北四出口徒歩1分です。東北保健医療専門学校、東北電子専門学校へは次でお降りください。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがあります。お立ちのお客様は、つり革や手すりにおつかまりください。仙台、仙台、出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は広瀬通り、広瀬通りです。一番町、中央通りはこちらです。The next stop is 広瀬通りステーション。不動産のことなら山市辞書、仙台中央店は次でお降りください。お客様にお願いいたします。ご乗車になりましたら中ほどにお進みください。広瀬通り、広瀬通り、お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は江東台公園、江東台公園、三井のリハウス仙台センター前です。県庁、市役所、青葉区役所、一番町はこちらです。The next stop is 江東台公園ステーション。三井のリハウスは無料査定で住まいの売却、住み替えを応援します。仙台センターは公園に出口徒歩1分です。江東台公園、江東台公園、三井のリハウス仙台センター前、出入口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は北四番町、北四番町です。 The next stop is 北四番町ステーション。不動産のことは江東台公園駅の東急リバブル仙台センターへ。やる気アップル、成績アップル、個別教室のアップルは教え上手なプロ教師、家庭教師も選べます。お客様にお願いいたします。座席にお座りの際は一人でも多くのお客様が座れますよう席は譲り合ってご利用ください。北四番町、北四番町、お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は北仙台、北仙台です。中山、桜ヶ丘方面バス、仙山線ご利用の方はお乗り換えです。 The next stop is 北仙台ステーション。もっともっと元山、元山製作所青葉アリーナ、仙台市武道館は次です。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。お客様にお願いいたします。他のお客様のご迷惑となるような大きな声での会話を控えていただくとともに、席エチケットにご協力をお願いいたします。北仙台、北仙台、出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は台の原、台の原です。自由が丘、鶴ヶ谷方面バスご利用の方はお乗り換えです。 The next stop is 台の原ステーション。台の原、台の原、お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は朝日が丘、朝日が丘、日立システムズホール仙台前です。
大野原森林公園中央口はこちらです。鶴ヶ谷、南高台、宮城学院方面バスご利用の方はお乗り換えです。 The next stop is 旭ヶ丘 Station。 希望の響きをこのホールから。日立システムズホール仙台をご利用の方はこちらでお降りください。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがあります。お立ちのお客様は吊り革や手すりにおつかまりください。旭ヶ丘、旭ヶ丘、日立システムズホール仙台前、出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は黒松、黒松平和住宅情報センター本店前です。 The next stop is 黒松ステーション。仙台でのお部屋探しは市内4店舗の平和住宅情報センターへ。アパートマンションのことならすべてお任せ。平和住宅情報センター本店へは次でお降りください。お客様にお願いいたします。他のお客様のご迷惑となるような大きな声での会話を控えていただくとともに、席エチケットにご協力をお願いいたします。黒松、黒松平和住宅情報センター本店前。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は八乙女、八乙女です。 The next stop is 八乙女 Station。 運転免許取得、高齢者講習の大宇自動車学校は次でお降りください。不動産から相続相談、任せて安心の山一辞書は泉中央駅でお降りください。お客様にお願いいたします。歩きながらのスマートフォンなどの操作は事故やトラブルにつながることがありますのでご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。八乙女、八乙女、出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は泉中央、泉中央、ベガルタ仙台湯浅田前終点です。降り口は進行方向に向かって右側です。泉区役所はこちらです。バスご利用の方は東一番出口をご利用ください。 The next stop is 泉中央 Terminal。 不動産のことなら三井のリハウス泉中央センターは西一出口が便利です。フォーレスト、体と心を癒すクリニック、フォレスト内科クリニックはこちらです。泉中央、泉中央、ベガルタ仙台湯浅田前終点です。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。